パートナーロボット二足歩行型トヨタパートナーロボットはアシスタント、福祉、製造、モビリティなど人の活動をサポートすることを目指してトヨタ自動車が開発したロボットの総称2004年3月に二足歩行型、二輪走行型、登場歩行型の3種類が発表されこのうち登場歩行型が i f フッ t のベースとなった2005年3月から開催された、I 地球博のトヨタグループ間ではパートナーロボット発売による楽団コンセロを編成しコンセプトビークルアイユニットとアイフットも登場するショーを行ったトランペットなどの演奏については人間の唇同様に動く人工唇を開発することで人間用の金管楽器をそのまま使用することを可能にしたという万博での公開が終わった2006年以降 パートナーロボットによるデモンストレーションは、トランペット演奏を行うものについてトヨタ、産業技術記念館やトヨタ会館、アムラックスなどで見ることができたが、産業技術記念館は2012年6月10日で、トヨタ会館では2015年3月6日で引退、アムラックスは2013年12月23日をもって営業を終了している。ありがとうございます。